カービー特設スタジオよりお送り出しております。さあ今回も大盛況のインタービュー2011ですが、まだもーえドット TV では皆様にお知らせしたい耳寄りな情報がたくさんありますので、どうぞ最後までお付き合いください。この番組はコンティニュアスイノベーション放映グループ各社の提供でお送りしてまいります。さて、いよいよ始まりましたインタービュー2011。本日の放映 .tv では数ある放映ソリューションの中からメディアコンシェルジュについて深く掘り下げてご紹介していきたいと思います。ではまずメディアコンシェルジュのこちらラインナップをご覧ください。放映は2007年よりファイルベースソリューションメディアコンシェルジュの開発に取り組み始め、その後もメディアコンシェルジュに関するさまざまな製品開発を進め、皆様にご利用いただいているとのことです。さあ改めてこのラインナップ見てみますと、なるほど、興味深いものばかりですね。さあ本日はその中からお時間の許します限り、できるだけ多くの新情報をご紹介できればと思います。それでは展示ブース特設スタジオの佐渡の真理より、放映の考えるファイルベースコンセプトについて紹介してもらいましょう。はい、特設スタジオの佐渡です。ご覧ください、放映の提案するファイルベースソリューションメディアコンシェルジュはご覧のように構成されています。でまずはメディアコンシェルジュをご理解いただく上でとても重要な3つのコンセプトをご紹介してまいりましょう。でまずはじめにアイランド構成です。こちらのグリーンに点滅している範囲をアイランドと呼びますが、これらアイランドの機器は特定の空間にとらわれないため、システムや運用の変更に柔軟に対応できます。つまりメディアコンシェルジュはシンプルかつ拡張性の高いシステム構築を可能としています。次にタイムコード付きメタデータやプロキシビデオとメタデータの連携により素材の有効活用を支援します。そう、ファイルベースではメタデータとプロキシビデオの活用が効率化のポイントです。次に収録中の追いかけ編集やマムとの連携によるプレイリスト送付のソリューションを提供することでスピーディーな運用を実現します。いかがでしょうか。メディアコンシェルジュの3つのコンセプト、ちょっと難しいですがご理解いただけましたでしょうか。はい、放映の考えるファイルベースコンセプト、放送局が抱える課題を一挙に解決できそうですね。またそれぞれのコンセプトから放映エンジニアの熱意が伝わってくるようです。さてそんな中、本日は放映さくら R&D センターより竹松さんにおいでいただいております。竹松さん、本日はようこそいらっしゃいました。はい、さくらから瞬間移動してまいりました。いや、素晴らしいスタジオですね。先ほど彼女にご紹介いただいたファイルベースソリューションを実現するために重要な役割を果たすあるものが登場します。そう、今回の私のミッションはマクロマネージャーのご紹介です。ワークフローマネージャーとは何か、その疑問に答えるため我々はさくら R&D センターへと向かったのです。都心からおよそ1時間、